はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。ですね、今回ですね、マルスゾウカブトのですね、サナギを人工養殖に移していきたいと思います。というのもですね、見てもらったら分かる、コバエが大発生してですね、マットがスッカスカになったんですよね。で、どんぐらいスカスカっていうかっていうと、これ何も掘ってないですよ。掘ってないんですけど、ここサナギ見えないなぁ、これ。サナギが見えてるんですよね。マットがスカスカ陥没して、もう多分こうやって出せばすぐ出てくるんですが、もう結構ほんと、ほら、小林でもスカスカで、ここにもう見えてるんですよ。わかるかいな。ほら。ね、もうこんぐらいスカスカなので、これをもうその放置ちゃうと 100% 浮かじに不全を起こしちゃうんで、交換していきたいと思う。交換じゃない。人工養殖に移していきたいと思います。で、人工養殖なんですが、こちらですね。最近、自分、人工養殖作るとこんな風に作ってるんです。特に、カブトケはですね。一見ただの、人工養殖なんですが、実はですね、どうしたら見えやすいのかな？こう？いや、見えないか。ちょっとわかりにくいんですけど、普通は、全部こうくり抜くじゃないですか。こうね、こうくり抜くんですけど、上の部分を残して、下にこうなんですね、空洞っていうか、屋根をつけてるんです。上を残して屋根がつくような形にしてるんですよね。で、これをすることによって何が利点かって言えば、結局、羽化不全を起こすときって、羊羹不全はともかく、ある程度こう、起き上がりにくいとか、例えばこう、引っかかりの弱くて回転できない、サナギの時もそうだし、羽化する時もうまく起き上がれなくて不全を起こすっていうことがやっぱり考えられるので、そしたらどうしたらいいかっていうと、やっぱ蓋をつけたら起き上がりやすく、回転しやすくなるっていうのを考えて、これを最近使ってます。これでね、今んとこは、完全な羊羹不全の個体以外は、羽化不全を起こしてないので、ティンプルとかはまだね、別として、それ以外はね、普通に、完品で羽化してきてますんで、これなら、今んとこは結果はいいですね。多分、していればなんとか出るんでしょうけど、結果は今んとこいいです。で、これを、ショーケースにセットしまして、ショーケースにセットしまして、で、マルスをね、掘り出していきたいと思います。さてさて、ここまでスッカスカだとね、ちょっと。あんま大きくないんでね、このマルス。マルスゾウカブトこんな感じですね。ほれほれほれ、すげえでしょ。でもあんま大きくないんすよね。それでもね、とりあえずちゃんと浮かしてくれればいいので、あんま大きくはないんでね、あれなんです。ちょっと軽く体重測っておきましょうか。サナギ体重を軽くですね、はい、110g。 おお、いや、これですね、この個体ですね、データ上ではですね、最終計測 115g だもんな。それも9月13日がだいぶ前ですもんね。去年の9月13日なので、だいぶ前に測って、それなので、で、浅くこうしとってやれば、もう血糖の中に入っていっちゃうんで、ね。ちょっ
角度が急すぎたかな。まあいっか。ね、まあこんな感じですね。もうちょっと掘ってもよかったかな。まあうまく中にさえ入ってくれれば。まあどうにかなるでしょう。まあというわけでね、まあこんな感じで、マルスゾウカブトのですね、人工養水行こうですね、終わりと言っております。ちょっとこれ養殖で、修正します。ちょっと急すぎたね、角度がね。というわけでですね、動画終わりたいと思います。